ですけどね。で、これ、まあ、わかると思うんですけど、そのままかじる用の、まあ、チキンラーメンなんですけども、はい、電子レンジ仕上がりましたので、器に盛りました。そして、自分の家にあるごまとネギをトッピングします。はい、入れ物がね、あのままではちょっとあまりにも味気ないんで、盛り直しました。こうして、あ、そうそうそう。これで半分向ける形になりますので、あ、これは間違いなく美味しそうですね。はい、皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。のみすけ調理師のおしゃぶでございます。最近ね、1週間に1回やっている企画、3週目でございます。3回目。もう1週間経ったんですねっていう感じなんですけども、セブンイレブンのすべてではないんですけども、新商品をご紹介しながら、飲んでいくという企画でして、今日は新商品は4つほどご紹介できる予定でございます。はい、それでは本日の晩酌ラインナップをまず見ていただきましょう。こんな感じなんですね。で、今日もですね、申し訳ないんですけども、風通しを良くしたいので窓を開けているので、セミの鳴き声が入っているかと思いますけども、どうぞご容赦ください。はい、それではまずは本日のパートナーのご紹介ですね。サントリーのザ・ブリュー、こちらはサントリーさんとセブン&アイさんのコラボ商品になっております。新商品ではございません。以前にもご紹介しております。なんせね、まあ、安いのでね、これを飲むことがお小遣い的に多いということだけでございます。でもね、美味しいですよ。ちょっとツンとした感じのビールです。いやー、今日はね、バイト上がりで、まあね、ちょっとね、節約して外食をせずに、ちょうどこの企画も始めたので、バイト終わってから買い物をしてすぐ戻ってきました。もう体がほてってるんですよね。それでは、視聴者様に乾杯。ああ、しみる。はい、いきなり新商品のご紹介でございます。ゴーヤとツナのサラダでございますね。まあ、名前がね、ゴーヤとツナのサラダなんですけども、まあ、見た感じね、居酒屋でいうお通しですよね。小鉢の役目かなというふうに思って買いました。はい、こんな感じですね。まさに先ほどご紹介したように、ちょっとね、居酒屋の小鉢風な感じなんですけども、こちらの方なんですけども、2022年8月4日から順次発売ということで、販売地域は東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州となっております。価格は税込みで280円、コンマ80円ということで、最近スーパーさんとかコンビニさんは小数点2まで表示するということで、やってるみたいなんで、みんなそうなってますね。計算はどうしてんのかな。例えば2つ買ったら、これは消費税が 0.80 円だから 1.60 円だから1円価格が上がるのかもしれません。ちょっとそこまでちょっと調べてないんですけどね。まあ今そういう風になっています。で、こちらの方はね、カロリーがこれだけを食べて54キロカロリーということなんで、カロリー的には気にならないですね。おつまみによろしいんじゃないでしょうか。さあ、それでは行ってみましょう。まあね、ゴーヤといえば、まあ夏野菜ですからね。あ、そうそう。で、
セブンさんのこう説明なんですけどね、旬の野菜ゴーヤと相性の良いツナーと合わせただし仕立ての季節限定ということで、まあだし仕立てっていうぐらいですから、まあカツオとも合わさってるんで和風なんでしょうね。わかりませんよ、食べてないんでね、初めて食べるんでわかりませんけどね、まあ、そうじゃないかなという、こんな感じです。ではいただきます。うん、和風ですね。和風なんですけどベースの味がだし仕立てなんで、ただ相棒がゴーヤの相棒がツナなんで、めちゃめちゃ和風っていう感じにはならないですよ、食べてたら。あとゴーヤの食感がいいですわ。うん、ビールにも合いますけども、これは焼酎とか日本酒でもいける味ですね。今回私トップバッターにこれを持ってきて、まあお通し、居酒屋でいうお通しの役目をしてもらってるんですけども、これラストの方に持ってきて焼酎とか冷酒とかでチビチビの方の相棒に回してもいいと思います。はい、お次はですね、新商品ではございません、もうだいぶ前からある商品で、一回このパッケージの変更がありましたけども、スモークタンです。私この歯触り物が好きなんでね、これは好んで結構ねずっと割と食べてる商品なんですよね。こちらの方はカロリーが140キロカロリーということでもそんなに高くないですよね。お値段の方は200円プラス消費税ですから8216216円だと思います。はい、入れ物がねあのままではちょっとあまりにも味気ないんで盛り直しました。まあ私もね結構ねコンビニ晩酌する時も入れ物が、まあこれ小鉢に例えてこれでいいと思うんですけども、ああいうのはちょっとこのタンの入れ物やったらちょっと興ざめしちゃうんで、でこれにちょっとレモンでもそういう思ったんですけど、ちょっとレモンは在庫ありませんでした。ただ味的にはこれもレモンの風味が入ってる商品なので問題ございません。ちょっとここにねブラックペッパーを、はい、振ってみました。これは本当にね自信を持っておすすめできますね。結構美味しいですし、歯触りもいいですし、カロリーもそんなに高くないということで、まあ若い方も見ていただいてるでしょうけど、まあおっさんのおつまみには本当にいいですよね。うん、いつもの味、うん、いつもの歯触り、そして美味しい。うん、形状としては端材って分かりますかね。とりあえずまあそのかっこいいように揃えてるわけじゃないんで、まあそれの方が安いんですけどね、原価は。だからですから薄いのがあったりとか分厚いのがあったりとか大きい版があったりとか小さい版があったりとかするんですけども、まあこれの方が原価は安いのでね、まあ私は全然気にならないんで。うん、これはおすすめでございます。味的にはねレモンの風味が効いてて、スモークはそんなに正直強くはないんですけども、まあその分食べやすい商品だと思います。まあ歯触り商品ですね。うん、はい、それでは次の新商品に参りましょう。お肉の旨味とタケノコの歯ごたえ甘酢肉団子。これね、セブンをよく利用する方はこれ新商品かなと思うと思うんですよ。僕も思ったんですよね。でちょっと公式サイトを見てみたら、原材料高騰のため倍価を198円税抜きから248円税抜きに変更させていただきますということで、これは値上げした新商品ということなんですね。しかもリニューアルも何も書いてないんで、もうそのまんま値上げされちゃった商品なんですよね。まあこれでもね美味しいんでね、まあ
ご紹介しようかなと思って買ったんですけども、一応この価格での販売なんですけども、2022年の8月の2日火曜日以降順次ということで、販売地域は北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、埼玉、千葉、東京都、神奈川、そして近畿と沖縄となっております。このね、なんだろう、区分けっていうのが、まあ何かこう流通のあれであるんでしょうけど、もちろん理由もなしにやらないんでしょうけどね。で、価格なんですけども、267.84円ということでございます。カロリーも見ときましょうかね。カロリーはこれで302キロカロリー。まあまあありますよね。まあさ、肉団子なんでね。このタイプのパッケージはもう最近、もう皆さんもご存知だとは思うんですけども、まあカレーでも最近こういうの増えてますからね。このまま、このままこの底をね、この底、この底を広げて、なるだけ広げて、で、電子レンジにこうって立てるんですよね。こうやって立てて、で、電子レンジを回してくれてる。なかなかね、うまいこといかないときあるんですけども、こうですね。こういう感じで。こういう感じで立てて、電子レンジを回してくれっていうことだそうです。はい、電子レンジ仕上がりましたので、器に盛りました。そして、自分の家にあるごまとネギをトッピングしました。こうするとね、結構もう、一般のなんだろう、飲食店で出てくるような甘酢団子になってると思うんですけどね。まあ自分的にはね、こういうなんだろう、ちょっとしたね、トッピングとか大事にしてます。まあしてくれというわけじゃないですけどね。雰囲気が出るんで。じゃあちょっと行きましょう。こんな感じですね。これ前からね、美味しくてたまにやってたんですけど、濃くなく美味しいですよ。団子自体も本当に柔らかいですしね、甘酢の具合もね、ちょうどいい感じ。まあ僕は飲みすけなんでこれをお酒でいただいてますけど、これはご飯合いますわ。間違いなくご飯と言ってもらっても問題ございます。問題ないというか、ご飯の方が合うかもしれない。うまい。マジうまい。はい、ビールがなくなってしまいましたんで、ドリンクの方をパートナーを変えます。こちらですね。レモンド、うま塩レモンということで、これは、まあご存知の方も多いと思うんですけど、なんとコカ・コーラが出してるんですよね。ずーっとコカ・コーラお酒に進出しないのかなというような感じで言われてたんですけども、ここに来てというか、まあ何年か前に、この缶チューハイの市場に殴り込んできたんですよね。めちゃめちゃ売れて、一時本当に、まあ普通に今まであったお酒のメーカーとか戦々恐々になったというシリーズでございます。今もまあまあ売れてるんですけどね。ただコカ・コーラ自体は、じゃあアルコール今まで全然扱ったことないのかっていうと、まあちょっとアメリカのコカ・コーラ本体はわかりませんけど、日本のコカ・コーラは私が飲食店で居酒屋の店長とかやってる時に、田園ってわかりますかね、田園という焼酎があるんですけども、それコカ・コーラさん売りに来てましたんでね。ですから全く、なんだろう、突然アルコールを扱い出したわけではないんですけどね。さあ。この定番レモンとか、鬼レモンの9%とかあるんですけど、僕はちょっと塩ラーメン、この塩レモンを好んで飲んでおります。ちょい甘いですけどね。飲みすけにはな、飲みすけになればなるほど、ちょっと甘さが気になるんですけど、一般的には多分若い子にはこの甘さを受けると思いますね。僕には若干甘いですけどね。美味しいです。
うん、あと断面見ておいてもらいましょう。うん、しっかりと肉の詰まった断面で、まあつなぎはね、値段的にはたくさん入ってると思いますけど、ちょっとそこまではちょっと分かんないんですけどね、美味しいです。はい、そうしましたら今回のご飯ものの新商品をご紹介したいと思います。銀座デリー監修スパイスドライカレーおむすびということで、まあまあ、あの商品名でお分かりいただけるように、カレーの有名店である銀座デリーとのコラボ商品ということで、デリー独自のペーストとスパイスを使用し、辛みと香りを効かせたドライカレーのおむすびですというふうにセブンさんは紹介されています。価格は税込み162円でございます。まあね、お勝負の感覚だとこういうものはまあ100円で普通だっていう感覚なんですけど、もうちょっと今の時代はそういうわけにはいかないんですよね。まあまあしょうがないです。さあ、そうしましたら、これね、ここをいけてますかね、こうして、あ、そう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 、これで半分向ける形になりますので、あ、これは間違いなく美味しそうですね。私ドライカレー大好きなんで、まああの昭和男たちはよくわかると思うんですけど、まあまあドライカレーって言っても、あの、なんだろう、ミンチがザ、ミンチだけのドライカレー、なんていうの、ソースだけのドライカレーという意味じゃなくて、まあ言ったらカレーチャーハンですよね。それを昭和の頃はドライカレーって呼んでたんで、うん、ちょっといただいてみますね。お、すごい、羽織る。うん、あ、うまい。あ、これはほんと、普通のなんだろう、カレーチャーハンをおにぎりにしたのとはちょっと違いますね、趣が。趣っていう感じですね。うん、趣が違う、ほんとに。うん。あ、これはおすすめやな。うん。でね、まあ私の持論に、焼き飯をおつまみってあるんですけど、まさにこれ、おつまみいけますね。うまいです。はい、名残惜しいですが、今日の最後の商品になりますね。こちらはね、まあ、新商品というのも嘘じゃないんですけども、本当はまあ、返り咲きというか、再発売か。4月の4日、2022年4月の4日に、これ一旦日清さんが発売したんですよね。ゼロ秒チキンラーメンということで。ところがこれがもう計画を大幅に上回った大人気で、供給量を確保できないということで、販売が中止になりました。そして今回ね、7月の25日、2022年7月の25日より全国で販売再開ということで、セブンイレブンでは7月の26日から全国のセブンイレブンで扱っています。今回ね、2週ほど遅れてしまったのは、売れててね、買えなかったんですよね。まあまあ、その、なんて言うんだろう、仕入れ担当者の仕入れの、まあ、見込みにもよると思うんですけどね。で、これ、まあ、わかると思うんですけど、そのままかじる用の、まあ、チキンラーメンなんですけども、なんだろうな、ベビースターラーメンみたいな感じだと思うんですけども、ちょっとね、チキンラーメンってこう、熱湯をかけたら、その味がお湯に移ってちょうどいいぐらいじゃないですか。だから、あれをあのままかじると濃すぎるんですよね。それで、濃すぎない、ちょうどいい感じの、まあ、おやつとか、おつまみとかになるような感じで仕上げてるみたいです。私も今回食べるのが初めてなんですけどね。はい、開けました。あ、やっぱりそうですね。イメージ的にはベビースターラーメンな感じですよね。まあ、味を調整してるんだと思います。うん。では、いただいてみましょうね。うん。うん。すごく落ちちゃいましたけど。うん。ベビースターラーメンの上品版みたいな味ですね。うん。これね、なんだろう。
焼酎とか冷酒とかも全然そんなのは全然ダメで、もう中杯かレモンですね。うん、これちゃんとお皿を敷いて食べないとゴロゴロいきますけど。ああ、ごちそうさまでした。今回は第3回になりますセブンイレブンの新商品を中心とした、おつまみというか、飲みのセブンイレブン晩酌の、まあ今日昼飲みですけどね、ご紹介になりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。